はい、こんにちは、ピカワですけどね、首都高 C1 外回りをやっていきたいと思います。今日は令和元年10月13日の日曜日ですね。台風一過の朝の8時14分、日曜日でね、台風一過でね、周りの道路が全部ね通行止めなんで、すごいね C1 の外回りすごい空いてますね。なんでね、ちょっと解説動画をね撮っていきたいと思います。まあ、初めてね首都高を走る人とかね、そういう人にとってみるとね、もうほんと迷宮みたいなんでね、 C1 とかね、なんでちょっとね分かりやすく解説していきたいと思います。そこ行ってる間に透明の分岐が来ましたね。この先透明の分岐左側になりますね。これね、回る人はねこう右車線の方がいいかもしれないね。これ分岐とこ合流があるからね、首都高ちょっとね C1 は特殊ですね。はい、ここが分岐になりますね。3号の透明に行くやつかな、分岐ですね。で、分岐合流ですね。次合流がありますと。はい、すごいね、台風一過の青空すごい綺麗じゃない？めっちゃ綺麗でしょこれ。制限速度で走ってるとめちゃくちゃ抜かれるけどねめちゃくちゃ抜かされるけど大丈夫なの、大丈夫なの君たち。はい、でこれが霞ヶ関の出口がもうありますね。ここがねいわゆる霞ジャンプジャンプしなくなったねすごいなだらかになりました。ここが霞ヶ関の出口になりますね。霞ヶ関の出口過ぎるとまたねこの霞ヶ関の入り口があって、その先ね、その先中央道のね分岐がありますね。中央道の分岐がねすぐにあります。トンネル内さ、このキラキラ光ってるじゃん、この周りの壁が。これ、ま、あのその先のねブレーキングがね見えるようにそうなってんだよね。これね、渋滞してるとほら映るじゃん、わかる、映るようになってる。はい、すぐに4号の分岐、中央道へ行く道になりますね。はい、ここがね何気にここがすごいジャンプするんだよね何キロ出すとあのいやゲームだとね、ゲームだとアセットコルサだと何気に今のところの方がジャンプする。でまたねトンネルの中入ってきます。めちゃくちゃ空いてるよ、こんな空いてる首都高マジでないからね。はい、でここはね4号の次入ってくる中央道からの入り口というかこうね合流になりますね。めちゃくちゃ煽られるんだけどさ、本当にめちゃくちゃ煽られるんだけど、どうしようかこれ。はい、でねこのカーブがね、ここのカーブが、何気に超急カーブだからね、気をつけて。ここのカーブほらここねすごい急カーブなんだ。はい、で北の丸の方になるのかな、まあ、北の丸といっても北西になるんだけどね、北西のところね、ここのねお堀がすごい綺麗。はい、北の丸トンネルですね。北の丸トンネルを過ぎるとすぐね北池袋5号ですね、5号線の分岐になりますね。こう考えると C1 とかすごい分岐多いよね。めちゃくちゃすぐ分岐来るし入り口来るしね。まあ普段ねこんなね走れないからねこんなスピード出ないからね、渋滞いつもしてるから、ここなんて特にこのね5号の合流のところね、すごい分岐あの合流のところで渋滞するんでね、めちゃくちゃ注意が必要なんで、まあ右車線がね基本的に
早いですね。だって右車線って降りるところがほとんどないからね。分岐合流が左側からが多いから、ね、はい。で、次が神田橋、はい、テスタロッサですね。はい、まずちょっと血が騒いだけどね、俺の血が騒いだけど、はい、血が騒いだけどね、ちょっとね、動画撮ってるからね、はいはい、みんな血が騒いでるね、みんな血が騒いでる、まあ落ち着いて行こう、落ち着いて、はい、でね、今のところのね、変な一般道への分岐があるんでね、それちょっと後でね、通りましょう、はい、走っちゃダメだよって言ってんの、走っちゃダメだよって。めっちゃ映ってるから知らんぞ、本当に動画化するぞ、はい、ということで、ね、このまままっすぐ行っちゃうと箱崎の方へ行っちゃうんだよね。6号とか7号の方へ行っちゃうんで、ここはね注意、 C1 の外回りをぐるぐるしたいんだったら、ここがね、右車線になりますね。これよく覚えて、ここのね、はい、羽田銀座方面ね、6号7号向こう島とかね、箱崎方面に行かないように江戸橋ジャンクションね、気をつけてください。はい、ここね、アセットコルサだとね、ドリフトできるからね。あ、ゲームの世界だよ、マジで。実際やっちゃダメ。何の音か分からんけど、はい、はい、宝町のね、出口があって、その先すぐね、銀座の出口がありますね。結構ね、出口近いんだよね。ここにね、オービスがあります。この右手ね、オービスがあって、警察署がね、この左側にあってね、こっからね、パトカー出勤するからね。で、ここにもオービスがね、ありますね。で、新富町の出口があって、すぐ銀座の出口があるという感じですね。ちょっと間違えたね、これね。新富町の出口は実はこっから先ね、もうちょっとね、いろいろある。ちょっとアプローチみたいなのがあって、そこに出口、そこから先が出口、銀座はもうすぐ出口で、この銀座の出口もね、結構ね、渋滞したりとかするんだよね。この先がね、先が渋滞するから、ここがね、本当にぐにゃぐにゃ回ってるよね。ぐにゃぐにゃ回ってる。新橋演舞場、その手前が元日産の本社ですね。そしてこの先がなんだっけ、あれがありますよ、塩サイト、ね、になりますね。ずっと左側にね、ちょっとトラックが走ってて左に入れないわ。はい、ここ50キロですね。ここね、要注意、下水の匂いがするから内気循環ね、してくださいね、必ず。ここマジで臭いんだ。なんで、あのベンツデフォルトで外気循環だから、必ずね、今のトンネル入る手前で内気循環ね、ここマジで、はい、でここから合流が入って3車線になりますね。ここの S 字コーナーね、はい、アセットコルサーだと車線を無視してね、アウトインアウトで抜けると、アセットコルサーだと早いね。はい、でこれまっすぐ行くとね、まっすぐというか左側に行くと横浜方面ですね。あとは湾岸のレインボーブリッジ方面に行く道になりますね。ぐるぐるしたい人は左側2車線というか1車線なのかな、これ
右側1車線か、右側1車線なんだけど、このね左側あんまりいない。なぜならこの先ねほぼ必ずと言っていいほど渋滞してるからね、うん、横羽線から来た車が必ずね、ここ必ず渋滞してる。こんなに渋滞してない日マジでないから、はい、めちゃくちゃ早いね本当。はい、もうね芝公園まで来ましたね。早っ、めちゃくちゃ空いてるわね。ラトゥール芝公園があるね、あそこね。で東京タワーがね、見えた見えた、見えてないな、カメラ振る、やめようか。やばいわ、めちゃくちゃ、なんかめちゃくちゃ天気いい、マジで。でね、この左側コーンズとかねフェラーリが置いてあったりしますけどね、よそ見運転はしちゃダメ。これね、ここあの40キロって入ってる芝公園の出口のこの左側で、ちょっと右側左側を見ると、はい、12気筒のねなんかフェラーリ置いてあった、なんかわかんない FR の12気筒のフェラーリっぽい車が置いてあったね、はい、正面には六本木ヒルズが見えますね。で2号のね目黒線のね分岐がありますね、この先ね。これが目黒線の分岐になります。で目黒線の合流があって、ここね麻布十番ですね。ここ実はこのここの真下ね麻布十番になりますからね。で飯倉の出口になりますね。飯倉出口出るともうすぐね六本木に行けます。はい、はい。でね飯倉トンネル、さっきね始めたのこの辺でしょ、さっきこの辺でしょ始めたの。ちょうどねこれで一周になりますが、今日はねそれだけでは終わらない、それだけでは終わらない、一周ねもうちょっと早く一周する方法があるんですよ。それをね今日はねやっていきたいと思います。一回一般道に出るんだけど実は料金かからないっていうね、もう一回乗れるっていうねコースがあるんだな、みんな知らないよね。いやこれマジで知らないと思うんだけど、さあちょっとねそれをねやってみましょう。ちょっとね一旦そこまでカットしましょう。はい、ちょっとね北の丸トンネルまで来ましたね。またね北の丸トンネル、例えば5号のね池袋線から C1 外回りに入ってきたとしましょう。これね今分岐なんだけど、この先ね合流が、この先ね合流があって、まあそこにこう例えばねこう入ってきたとしましょう。はい、この先のね、でこの先の合流、例えばねこっから左から合流って書いてあるでしょ、 ここね5号の合流なんですけど、ここの5号の合流からねこう入ってきたとしましょう。例えばこっからレインボーブリッジ方面に行きたい場合ね、どうしたらいいかっていう、ぐるっとねさっき回ればいいじゃん、今ね回ったところでね。でもいつもこんな混んでるからね、その時はほら新橋丸の内、これをねこっちに行きます。こっからすごいよ、これ知らないっしょみんな、これあのこれねほんとね知ってる人少ないと思うよこれね。どうなるとどうなると思う、ここねちょっと待って、スピードがねスピード制限速度がねえらい、確か40キロだったか、すごいすごい遅いんだよね、すごい遅いから気をつけて、ここマジでやばいから、ほらここ40キロでしょ、ここね実は40キロなんだよ、40キロ後ろトラックにめちゃくちゃ煽られてるけど今ねしょうがない40キロだから俺悪くない、これは俺悪くない、避ける道もないししょうがなくね。
はい、ね、このトンネル抜けるとね、ほら左から行くでしょ。あ、もう映ってるよ。知らんよ、知らんよ、ナンバー消さないよ、もうナンバー消さないよ俺のせいじゃねえぞお前、マジで知らんからなここ行くとね、これなんとね、ここは一般道の扱いなんだよね。ここなんと一般道扱いなの、本当に知らんだろうな。要はね、こう丸くなってんじゃん、丸くなってるこう、ね、真ん中を突っ切るっていう、真ん中を突っ切る、実はね真ん中を突っ切るちっちゃい、あ、ちっちゃいね、通行できます、そう、ちっちゃい ETC 線の左側、ちっちゃい円をかけるんだよね、実はね。これほんとなかなか知らんと思うわ。ほら銀座、銀座まで来た。360円利用しました。え、お金かかんの？ちょっと待って、あれ無料じゃないのこれ。360円利用しました言われたんだけど。え、嘘でしょ。え、360円利用したの俺。あ、そっか、分かったそこそこ霞が関から乗ったからか。え、乗るときかかるよね。え、分かんない、ちょっと待って、どうなったの今。ちょっとどうなったか分かんないけどこれがどうなったか分かんないけどっつってるもんな俺。すげえいい天気、これ銀座なんだけどね、銀座のところ、これずっと左側銀座ですよ、銀座の高架上、高架の上ですね、銀座8丁目ですね、そこねすごいわ、すごくない、ここ、ここをねフェラーリサウンドを響かせられるっていうね。まあ、しょうがない、そのスピード出してはいないけど、フェラーリのサウンドは響いちゃうじゃん。銀座にね、ここを通ると銀座にフェラーリサウンドをね響かすことができるっていう。およそ800メートル先料金所で、そうするとさっき来たね汐留のところにね出るんですよ。これが全部エスケープして汐留のところに出るっていうね、すごくない？これ料金所です。知ってた？みんなお台場見えるね、すげえ綺麗。知ってた？みんなこれほらほら、すごいっしょ、ほらほらね、ここがあった、これ無料だから、ほらほら無料、無料でまあここまでね来れるっていう。しばらく降りてても大丈夫だから、しばらく降りて今の出口から入ってくるとそれ無料だから、ほらここ合流じゃん、さっきの3車線になりますっていうね、汐留のトンネル出たところにね合流してくるっていうね、すごいっしょ、これすごくない？まあ知ってる人は知ってるけどね、知らない人は知らないっていうね、まあ当たり前だけどね。はい、今日ね C1 の外回りをね紹介してきました。いかがだったでしょうかね。またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。